サガラコーチチャンネル。はい、どうも、日々この編集、サガラコーチです。僕って4日間で電車5回乗り間違えたじゃないですか。今回そんなことはどうでもいいんですが、私は小学校で2年間嫌がらせを受けておりまして、その嫌がらせが始まった原因をお話しようと思います。まず、私が通っていた小学校は全校生徒が100人もおらず、1学年は15人前後のとんでもない田舎の学校でした。家から学校まで 6km 毎日歩いて通っていたんですが、放課後は家が同じ方向の何名かのクラスメートと下校しておりました。そのうち、とあるクラスメート A が、帰り道にある駄菓子屋で万引きをしておりまして、ある日私は怖い担任の教師 H に呼び出されました。相良くん、絶対に言わないから、A さんが帰り道に何か悪いことをしていなかったか言ってみなさい。私は言いたくなかったんですが、H 先生の圧に負け、A さんが万引きを何度かしていたことと、その詳細を伝えてしまいます。すると放課後、学校に警察が来て、A さんとその関係者と担任 H で話し合いが行われたようでして、私は謎の罪悪感を感じながら帰宅しました。するとなんと翌日 A さんが私にとんでもないことを言ってきました。 H 先生が相良くんから私が万引きしていたと教えてもらったって言ってたよ。なんで言ったの？はぁ、その日から俺の席ねえから。その後私は H 先生への恨みを感じながら2年間嫌がらせを受け続けましたが、それにもかかわらず強気なぼっちを貫くという姿勢がさらに嫌がらせを加速させていました。 A さん以外に他に友達作ればいいじゃんって思いの方もいらっしゃると思いますが、15人だと逃げ場がない。